そうだな。
よし。出発準備ができたのじゃな、キリト、ユージよ。ああ、次のリソース候補は東帝国の峡谷にある古代遺跡じゃ。アスナたちが先遣隊として動いておるが、何やらうまくいっておらぬらしい。通信障害のせいで今は連絡が取れぬ。現地で合流して詳細を聞いてほしい。了解。浮かぬ顔じゃな。前の任務での昇進がまだ言えておらぬか。今回は僕一人で行こうか。いや、行きたいんだよ。ユージは巨人の恋心を踏みにじってまで人気を手に入れた。今立ち止まったら心が折れそうだ。優しいな、キリトは。大丈夫です、カーディナルさん、僕もついてますから。うむ、旅の不運を祈っておるぞ。
ここから峡谷に入るね。システール川の豊かな水量が多くの樹木を育てて豊かな森が。ねえ、キリトったら。なんだよ、ユージオン。急に話しかけないでくれ。急にじゃないよ。さっきからずっと話しかけていたんだけど。そっか、ごめん。前回の旅でのこと、まだ気にしているんだね。この神器、鉄獣開花。俺は彼の恋心を踏みにじった張本人なのに、この神器を受け取ってしまってよかったのかな。あのね、キリト、過ぎた時間は戻らないんだ。巨人の恋心はついえ、彼は神器になった。この事実は消えないよね。だったら今を生きるしかない。違う？そうだけど、巨人の心は今神器の中にある。君を恨んでいるなら力は貸さないはず。でもこの通り、君に力を貸す意思を示している。それは君を認めているということじゃないのか。俺を認める？最終的に彼は自分が怒りに任せて暴走したと認めた。キリトの行いを正しかったと認め、リソースとなる道を選んだ。そうか。しっかりしてよ、キリト。いつもの君なら、君が僕に諭しているところだよ。うん、ごめん。ああ、もう暗いよ。どう言われても。あのね、言わなかったけど、あのエルドリエさんでさえ君を心配していたんだ。エルドリエが？お疲れ会をやらなかった、相当参っているに違いない。片割れの貴様が気を配るがいいって。あ、お疲れ会か。完全に忘れてた。またそうやって落ち込んだ顔をする。まあダメだ、こうなったらキリトを励ます会をやるからね。今はそんな気分じゃない。キリトは強制参加だよ。ちょっと待ってて、カーディナルさんに通信を送るから。何の要件で？へえ、通信障害が回復したって。天候のせいだったのか。現地の問題はまだ解決していないけど、深刻なものじゃないって。そうか。アスナたちに伝言してくれるって。わかった。ユージオ君、早速みんなに会いに行くか。そうだね。とにかく峡谷に行こう。きっと向こうも僕らを探しているし。ここが目的地。こんな場所があったんだな。発見されたのはごく最近。崖崩れで偶然に道ができて行けるようになった秘境さ。ここの奥にある古代遺跡が今回の調査地みたい。キリトさん。おう、シリカ、ハスナ、みんなも一緒か。キリトさん、女の子だらけの冒険って一体どういうことですか？なんだそれ。ユージオから聞いたんだからね。キリト君、今度の女の子はどこの誰なの？ユージオ、どういうことだ。全然意味がわからん。説明してくれ。なんだろう、僕は普通に伝えたんだけど。話の途中だけど少し待って。
そこで狙撃準備している人、狙いを定めるのをやめてもらっていいですか。話を聞いてから判断するわ。で？で、とは、なんでしょう。はて。で、いきなり撃つんじゃない！頬にかすったぞ！ごめんなさい、ごまかされたと思ったから指先がもどかしくなって矢を手放してしまったわ。ごまかしてないから。みんな少し落ち着こう。キリト君、さあゆっくりお話ししましょう。あ、はい。なるほど、事情は分かったわ。グレー認定ですか。ま、グレーかしらね。グレーかな。で、くだらない。ごめんキリト、僕が馬鹿正直に砂漠でのことを伝えたばっかりに。いいんだユージオ君、君の情報は間違っちゃいない、間違っちゃいない。あんたは目を離すとすぐ女の子を勘違いさせるんだから、本当にもう。はい。リズ、誤解だったみたいだし、そんなに怒らなくても。甘い甘いのよアスナ、こいつの無自覚は罪なの。ほっといたら大変なことになるわよ。でもおかげでシリカちゃんやシノノ、リーバちゃんとも知り合えて、お友達がいっぱいできたし。その側面はあるけど。ごめんみんな、僕がもっとしっかりしてれば。その返しは違うぞユージオ君。まあ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 、みんなこれでおしまいにしよう。誤解の元になった件はどちらも初見の町娘さんですし、片方に結婚は申し込まれましたが、する気などありませんし。実際町娘さんがついてきたとかないんだよね。女の子だらけの冒険っていうのもカーディナルさんの聞き違いじゃないかな。仕方ないわね。ありがとうございますリズベット様。ああ、もうユージオ君、次からは一緒に報告しような、この野郎。くすぐるなって。仲良しさんですね。落ち込んでいそうだから励まして来いってカーディナルさんが言っていましたけど、大丈夫そうですね。カーディナルが気を使わせちゃったな。ん？ユージオの報告をあいつがわざと持って話した可能性もあるな。いやいや、カーディナルは冗談を言うタイプじゃない。勘繰りすぎだ。うなり声。あいつだわ、行きましょう。あいつ？古代遺跡の門番かな。門の鍵を守っているの。再生能力の高い敵で何度やっても倒せなくて。もしかして問題っていうのはそれ？そう、あいつのせいで古代遺跡の中に入れていないのよ。なんとかする必要があるな。ユージは作戦は？僕の武装完全支配術を忘れたかい？なるほど、こっちの都合で悪いけど通らせてもらうか。
キリト君、あれよ。普通の雑魚っぽいけど。油断しないで、見た目よりも手強いから。ユージは段取りは覚えているよな。僕は極力手を出さず、キリトたちが弱らせたら武装完全支配術で凍らせて再生能力を止める。よし、大丈夫。さあ、仕留めようぜ。跳躍斬りだった。技に磨きがかかったな。でしょそんなに褒められるんだ。とどめ狙えばよかったわ。まあいいや。いや、シノは援護射撃で十分に活躍してくれたよ。どうして声をかけてくれなかったの？私じゃ不安かな。いや、落ち込むのは待ってください、アスナさん。単に路面が凍っていたので、リーファの方が空中戦に強いと思いまして。うん。それにヒーラーとして大活躍じゃないか。あんまり殴りに行くとまたバーサクヒーラーと呼ばれるぞ。もうヒーラー捨てるそれはめっちゃ困るな。私も結構飛んで戦いますけど、呼ばれませんよね。そうですよね、攻撃力が。いや、シリカ頑張っているよ。だいぶ上達したし。そうですか。私は。え？みんな褒めたのに私だけ褒めてないんだけど。ああ、また STR 増えた。なんで私だけ能力値なの。キリト、この状況でずっと暮らしてたの？ものすごい苦労してそうだね。分かってくれるか。ちょっと波風立つと収めるまでに相当の苦労が。波風立ててんのはあんたの自由すぎる行動でしょ。やらかすたび周りがどれだけ心配するか分かってる？ああ、思い当たる件がいくつもございますね。遵守します。苦労はあるけど楽しそうじゃないか。そろそろ日が暮れるし、古代遺跡に入りましょう。あ、それは大変だ。行こう行こう。な、リズ。ごまかされた気がするわ。お疲れ様。お疲れ様です。
洞窟。壁面が新しいわ。これは坑道っぽいわね。誰かが掘ったってことか。焦げ跡とツルハシの跡がある。神聖術で大雑把に掘り人力で広げたのかも。足跡もある。まだ新しい。奥は塞がってるわね。天井が崩れて岩で埋まってる。落盤させたのかも。どういうことだ。僕たちは門番を倒して門から入ってきたよね。それが唯一の道だったから。唯一じゃなかったんだ。門番を倒せなくても坑道さえ掘れば古代遺跡に入れる。そんな裏技みたいな発想した奴がいるのか。盗掘者にしては手がかかりすぎている。盗掘者？そんな天職があるのかい？ああそうだった。禁忌目録に反するからアンダーワールドに盗掘者って天職はないのか。所有者が存在しないものを発掘することは違反にはならないよ。この青バラの剣だって。そうか、所有者がいないからそいつも洞窟から持ち帰れた。仮に盗掘者って天職があったとしても神聖術を使えるとなると相当の人物になるね。職に困らないもんな。盗掘者に落ちるとは考えにくいか。坑道を掘る作業だってあるし一人じゃ無理だ。大勢の天職を動かせる権力者が関わっているのかも。村長、町長、貴族。貴族か、あんまり関わり合いたくないな。僕らは集権学院で貴族の悪い面を見すぎたからね。あの皆さん、ここにも何かあります。どうしたシリカ。ん、これ壁画？地図かな。これ僕らが通ってきた道に似ているでしょ。おいおい、地図付きの地下迷宮なんて親切にも程があるな。攻略したも同然だぞ。これによると古代遺跡はこの先で3つの地下迷宮に通じている。1つ目は氷の地下迷宮、2つ目は水の地下迷宮、3つ目は煙の地下迷宮。地下迷宮の最深部にはそれぞれ異なる祭壇があって。祭壇の上に宝箱の印が5個もある。お宝の予感だな。ねえキリト君、この分岐する前の広場に書いてある兵士っぽい人たち2人と女の子の絵は何かな。女の子の格好って呪い師みたいな感じがするわね。確かになんだか怪しい感じはするな。2人の守る兵士と女呪い師、何を意味しているんだろう。まあ、今の時点じゃよくわからないな。とにかくこの広場に行ってみよう。どうした？地下迷宮への入り口が破壊されている。3つも入り口があるのに全部破壊されているね。念入りにも程があるな。ここにも焦げ跡、さっきの行動と同じね。落盤させて塞いでいるのよ。なあ、もう何なのよ
よ。私たちに攻略をさせないつもり？調査はここまでかな。残念。それは困る。カーディナルの見立ては確かだから、地下迷宮のどこかに探しているリソースがある可能性が高い。どうにかして続行しないと。でもこれじゃあ任務が果たせません。果たせなくもない。封鎖は不完全だから。本当か？岩と岩の隙間から風が漏れている。岩をいくつかどかせば通れるかも。よし、俺とユージオとリスが岩をどかすから、シノンが指示してくれ。オッケー。で、私も力仕事の頭数なのはどうしてかしらね。頼むよ、俺とユージオだけじゃいつまでかかるか。わかったわ。ねえキリト。なんだよ急に高声で。君さ、リズのこともうちょっと女の子扱いしてあげなよ。え、今のやりとりダメだったか？彼女だって怪力みたいな風に言われたら傷つくよ。か、な。そうだよ、後で僕が合図するから。そしたら繊細なガラス細工に触れるように優しく接してね。まあ友情がそう言うなら、俺の発言がまずい時は注意してくれ。ようやく人の通れる入り口が開いたわ。古い遺跡で石もひび割れしている。一度落盤もしているわけだから中は危険ね。なら少人数で潜ろう。ここで数人待機してもらって、異音がしたら救出に行く。僕とキリトで行った方がいい。あと一人くらい。この中から一人を選ぶってこと？氷の地下迷宮は穴を大きくできましたけど、他の穴は狭いですね。私は小柄なので通れそうですけど。私だと胸がきつくて通れないような。睨まれている。別に氷の地下迷宮にならみんな行けそうだね。残った人で穴を掘り進めておく段取りにして、潜入役をキリト君に決めてもらいましょうよ。ああ、そうか。それじゃあ、あのキリト君、私は遠慮するね。回復ができるからここで後方支援をするよ。他の人の中で決めていいからね。アスナって世界平和を実現できそうね。じゃあ残りの子たちが潜入担当ってことで、とりあえず最初の地下迷宮に潜るのはリスで。あ、私？別に嫌ならやめてもいいぞ。嫌じゃないけど心の準備が。そんなの必要か。あ、なんだよ、肘で釣るなよユージを。ガラス細工ここで開始。大丈夫だよリズ、何があっても俺がサポートするから。え、他に不安があるなら言ってくれ。一人で悩まないで一緒に解決しよう。うん、じゃあ行く。まとまったところで出発しよう。見て、キリト、氷が彫刻されている。中はと全面氷。他には何もないみたいだね。氷の彫刻があるくらいだし、氷の罠はあるだろうな。滑ってなかなか止まらないとか。そうかもね。用心して進もう。行くわよ。
やはり罠はあったな。あの数だと通り抜けられないし、蹴散らすしかない。どうしたんだい？あ、キノコだね。こんな地下迷宮の奥に生えるもんなのかな。おお、いい感じにプニプニする。触らない方がいいよ。平気だって。バカ、煙が胞子を吹き出したんだよ。だから言ったのに。なあ、怪しいキノコを触るのはやめよう。
おっと、崖だよ。相当深いな。落ちたら助からないだろう。橋があったみたいだけど、落とされているね。行動を落盤させたやつの仕業かな。間違いないね。で、どうしようか。崖の幅は10メルか。さすがに飛び越えるのは無理そうだ。なあユージオン、この地下迷宮はかなり寒いよな。そうだね。道も壁も凍っているしね。青バラの剣で氷の橋を作れないか。なるほどね。うまくいくかわからないけど、やってみるよ。やったな。思いのほかそれっぽくなったね。氷の橋、折れないかな。と言われても。踏むとミシミシ言ってる。怖くて進めないわ。攻撃もらったら死にそうな強敵とかには平然と立ち向かっていった。ちょ、ガラス細工。わかった、リズ、俺が何とかする。どうするつもり。何、ちょ、手をどこに。騒ぐなよ、担いだだけだ。これ、お姫様抱っこじゃない。嫌ならやめるけど。嫌じゃない。もうバカ、今の聞かなかったことにしなさいよね。はい、あとご要望は、優しく運んでよね。かしこまりました、お嬢様。なんなの、調子狂うわ。はい、着いたよ。さっさと下ろしなさいよ。わかったってジタバタするなよ。だって、あんたが。なんでもない。なんだ、迷惑だったか。月一くらいやりなさいよ。何か言ったか、リズ。何でもない。キリト、ガラス細工作戦成功だね。何か成功したのか。そうらしいね。祭壇の上にはまった水晶に光が宿っている。水晶は全部で5個あるな。光の色は5色。この部屋に入った途端、私の手にも赤色の光が宿り始めたわ。ってことはリズが祭壇に触れるっていいのか。じゃないかな。リズ、やってくれる？危険かもしれないぞ。うん、悪意を感じない温かみのある光だからきっと大丈夫よ。触ってみるわね。お宝が出てきたぞ。今思い出したんだけど、あの兵士2人と呪術師の女の子の絵、これを表していたんじゃないかな。多分こうだ。一つの祭壇に全部で5つの報酬がある。連れていく女の子によって光の色が変わり、もらえる報酬が変わる。祭壇は3つあるから15種類も報酬がある。もしかしてさ、その中に神器のリソースが混じっているなんて。
十分にありえるんじゃない？アンダーワールドがザ・シード由来だからかな。地下迷宮のルールがゲームクエストっぽいな。遺跡なんかもカーディナルシステムを用いて自動生成されているのかも。とにかく戻ってみんなの意見を聞こうよ。というわけなんだ。どうやら連れて行った女の子が鍵となって報酬がもらえる仕組みのようだ。つまりお宝を得るためには女の子全員を全部の祭壇に連れて行く必要があるんですね。いやいや、全部回る必要はない。報酬のどれかがリソースならそこで終わり。なら今は3つの地下迷宮を1回ずつ突破しようよ。周回をするにしても攻略情報が必要だから。だね。キリト、次は誰を連れていく？あくびって君。ああ、ごめん、ちょっと眠くて。次の女の子か。ああ、シリカかな。私ですか？どうして？この水の地下迷宮の穴、かなり狭そうじゃないか。確かに、シリカ以外は窮屈そうだね。他に通れるとしたら。探さなくていいから、シリカと行ってきて。うん、じゃあ決まりで。あ、はい、よろしくお願いします。穴は私が広げておくからね。行ってらっしゃい。見て、キリト、水が彫刻されている。中は全面水ではないね。何もないみたい。水の彫刻があるくらいだし、何か罠があるだろうな。水浸しは覚悟しておこう。君、昨晩たっぷり寝たはずだよね。まあ、それも分かってる。多分あのキノコだ。胞子を食らってからなんか眠くて。だから触るなって言ったのに。仕方ないな。そこの角で寝なよ。僕たちで見張りをするから。いいか。あ、すまない。you
なあ、友情。なんだい？床が硬い。膝枕して。しないからね。そういうのはアスナに頼みなよ。私が…ん？いいえ、独り言ですから。おやすみなさい。おやすみ。よく寝たな。あれ、ユージオとシリカが仲良さそうに話しているな。へえ、そんなことがあったんですね。僕が女の子だったら惚れちゃってもおかしくなかった。なあ、それ何の話？なんでもありませんから。さあ、攻略を再開しようか。え、内緒？地下迷宮ほっぽって寝ちゃう人には教えられない。その点についてはちゃんと謝っただろう。はいはい、いいから行くよ。気になるな。水の地下迷宮っぽくなってきたね。地下迷宮の床が水に浮かんでいるのか。少しゆらゆらする。バランスを取るのが難しいですね。バランス？神聖誤解？キリトさん、バランスって日本語で何て言いましたっけ？平行感覚かな。ああ、そうだね。平行感覚が狂うね。外来語をうっかり使っちゃいますね。だろ？俺も最初は結構やらかしたよ。その度に言い換えて大変だった。楽しそうなところ申し訳ないけれど、二人ともちょっと見てくれないか？何か見つけたのか？先に行く扉が閉じられている。手前に台座、台座の上にはいろんな形のくぼみが6つか。このくぼみに合うものを持ってこいっていうことかな。どこにあるんでしょう。あっちの通路の奥から何か声がする。倒せばドロップするかもしれませんね。ドロップ？キリトさん、待って、今考えている。略奪品？山賊みたいでひどく印象が悪いですよ。入手品のことかな。あ、それ、どうして質問した僕が答えているんだい？すいません、語彙力なくて。右に同じく。今度セントラルカセドラルの大図書室で勉強会を開こう。居眠りありなら参加する。私もです。真面目に聞く気なさそうだね。もしかして